オパンタドロゴオパンタドとオパンギフェックスグラフィックスセットオパンタドとはクリス・ソイヤーのゲームトランスポートタイクンデラックスのゲームエンジンのオープンソース版オパンタドはトランスポートタイクンデラックスのゲームシステムを複製したものが始まりであるが現在は鉄道駅建設及び信号システムの改良大型空港の追加運河建設など様々な機能追加や 操作性改善が行われている。元のゲームとの最大の違いは他人数でのプレイが可能となる。ランやインターネット経由でプレイでき、最大255人のプレイヤーが同時プレイできるため公開されたサーバーもある。トドパッチから多くの機能を取り入れており、トドパッチと同じく GNU General Public License でライセンスされている。 古いバージョンのオパンタドとトドパッチも単独ではゲームとして遊ぶことはできない。オパンタドはトランスポートタイクンデラックスの実行ファイルは不要だがグラフィックスのファイルが必要であった。新たにグラフィックスを作る努力がなされ、現在のバージョンではグラフィックスのファイルも不要となった。2010年4月1日にバージョン1零0がリリースされた。 1994年に最初のトランスポートタイクーンがリリースされ、翌年に拡張版がリリースされた。その後しばらくして、ジョゼフ・ドレクスラーらサードパーティーによるパッチトドパッチが登場した。これは TTD に存在するバグに対処するものだったが、そこから各種機能を追加したり拡張したりする方向に進化していった。トドパッチはゲームを大胆に変えていったが、 ユーザーが望むような機能追加は、トドパッチの方式では不可能だった。2003年、ルートビヒストリジアスが TTD のリバースエンジニアリングを開始し、ゲームを C 言語に変換していった。オパンタドの最初のリリースは2004年のことで、バージョン0.1とされていた。最新の安定版はバージョン1.101である。また、 大体リソースファイルのためのダウンローダーが内蔵されている。例えば、OpanFX セットはゲームに必要なすべてのグラフィックス、OpanSfx セットはゲームに必要なすべてのサウンドを含んでおり、TTD のグラフィック、サウンドデータがなくとも Opantado をプレイできるようになっている。そのため、実質的に Opantado は独立したゲームとなった。 ゲームは1950年を視点とするが、開始日付は、輸送機関が存在する時代なら任意の日付に変更。可能であり、未来の輸送機関が登場する、近未来の日付も設定できる。プレイヤーは、運送会社を設立するため、資金を借りる。そして、貨物駅を建設し、工業地帯や市街地をつないで貨物を輸送し、さらに貨物と人を運ぶための車両を購入する。 売り上げが増えれば路線を増やすことができ、最終的に運輸業界の帝国を築く。ゲームには最大15の競合企業が参加でき、それぞれを人間かコンピュータが制御する。旧来の AI はあまり賢くないが、AI スクリプトフレームワークが導入されて AI を自作することが可能になり、開発メンバーやコアプレイヤーがより強化された AI を作成、公開するようになった。 貨物輸送には4つの手段がある。鉄道、道路、航空、水上である。それぞれに専用の輸送機関と貨物を積み下ろしするための駅がある。駅は効率によって格付けされている。広格付けの駅にはより多くの商品が集まる。ゲームはいつでもセーブでき、セーブファイルはいくつでも作れる。貨物はある駅で積み込まれ、目的地で降ろされる。それにより、 会社に輸送費用の支払いが行われる。利益は、輸送にかかった時間、距離、輸送した、量、貨物の種類などで決定される。例えば、旅客は迅速な輸送を必要とし利益も高いが、石炭などは、速度は重要ではない。輸送経路を設定するツールはいろいろあり、地形を完全に変えるものもある。それぞれの街には代表者がいて、 プレイヤーが大胆に地形を変えようとすると反対運動を起こす。ゲームの進行に従い、新しい技術も利用可能になってくる。例えば、鉄道信号機は当初は腕木信号だが、時代が変わると赤と緑の色等式信号が登場する。当初は蒸気機関車が使えるが、その後ディーゼル機関車、電気機関車、モノレールなどが登場し、最終的には、 時期浮上式列車が利用可能になる。時代の変遷とともに、都市開発も進み、経済要因や新規産業の登場、新たな資源の産出などにより、市街地も拡大していく。鉱山は資源を産出できなくなると閉山になり、輸送サービスが受けられなくなった工業地帯は、廃れていく。ゲームは2050年に終了し、プレイヤーの達成状況によっては、 全道に記録される。1950年から2050年の100年間をプレイすると2時間では約25時間かかる。オプションで2050年を過ぎてもプレイし続けることもできるが新たな技術は出現しない。このゲームは公式にリリースされたプロプライエタリがゲームを逆アセンブルして生まれたものであり、その法的状態にはユーザーからも疑問が呈されている。ただし、 デビアンではフリーでない要素を必要とするフリーソフトウェアとしてパッケージが存在している。シンプルダードミディアレイヤーというクロスプラットフォームのグラフィックスとサウンドのレイヤーを使っているためオパンタドは各種オペレーティングシステムでコンパイルし実行できる以下のようなプラットフォームをサポートしている。公式非公式。ありがとうございます。